はい、エペサンドです。こちらの CT125 ハンターカーブ、新車をね、納車整備をしているところですが、まあ、納車整備と合わせまして、オプションパーツの取り付けを行っているところでございます。で、オプションパーツ、社外品のメーカーさんですよね。いろんなメーカーさんがありまして、で、この車種専用に、まあ、同じ部品でもね、同じような部品でも、まあ、各メーカーさんからもういろいろな部品がね、出ていたりします。で、こちらの車両の場合、電装部品ですよね。電気部品の方を何個か取り付けているわけなのですが、まあそういったね、部品を取り付ける際に、同じメーカーさんで揃えていただけると複数個ね、取り付ける場合。で、部品同士のね、接続が、こう配線ですとね、カップラーオンで、もう、ね、つなぐだけで、各部品がね、接続できたり。あとね、部品同士の接触ですよね。こう近いところにあったりすると、部品と部品がね、ぶつかったりですとか、取り付けるとね、こう当たったりというのが、まあデザイン上考えられたりしていますので、装着はね、比較的容易だったりするわけでございます。で、こちらの車両場合ね、その何個か取り付ける電装部品、すべてね、違うメーカーで取り付けていますので、まあ、同じね、メーカーさんで揃えるとなっても、まあ、他のメーカーさんとね、仕様が異なっていたりですとか、性能とかね、あとデザインの方も異なっていたりしますので、どうしてもね、好みがありますので、この部品はこっちの方がいいとかいうことになりますので、同じメーカーに揃えることがね、なかなかできなかったりします。そうしますとね、その各部品の取説通りに取扱い説明書ですよね、通りに取り付けていきますと、配線がね、各別個別個ね、違う配線となっていたりして、その通りに取り付けてしまうと、配線がね、もういくつも複数個はね、通るようになって、配線の束ができてしまったりですとか、あと取り付けスペースもね、少なかったりすると、その配線がね、収められなかったりですとか、あと電源の取り出しなんですよね。電源の取り出しですとか、そういったカプラをね、使用する場合、カプラが足りないという事態もね、起きてしまったりするわけです。で、そうした場合ね、そのまま取り付けてしまうと、ちょっとね、格好悪くなってしまいますし、あとメーカーさんのね、取説にも、まあ、この配線使ってくださいということで、結構カラフルな配線をね、こう、車両の外側に通したりするように、指示があったりするわけなんですが、そうしてしまうとね、こういった車体の色が、まあちょっと暗めの色ですと明るい配線がね、通っているとどうしてもそこばっかりね、目立ってしまいますので、他の配線にね、合わせたような色で目立たないように配線をね、通したりするわけですが、メーカーさんが異なりますとそういった問題も出てきますので、そういった問題をね、解決しながら、なるべくこうね、シンプルな配線にしているところでございます。で、社外部品ですので、やはりね、一部精度の問題とかもありまして、取り付けしていますと、どうもこのね、穴の位置おかしいなということで、メーカーさんに問い合わせたら、そこの穴の寸法はこの寸法ですということで、届いたものと異なっていたりですとか、まあ、そのね、寸法だけの問題でしたらこちらで何とかしますということで、加工してね、取り付けたりしているわけですが、で、いろんなオプションパーツのメーカーさんの部品を取り付けていますと、各メーカーさんのね、個性が出ておりまして、で、こちらのね、車両の場合対象ですので、ヘッドライトケース内にね、国内仕様でしたらアクセサリー電源が来ておりますが、こちらは、アクセサリー電源がありません。ですのでね、その電源をどこから取るかというのがね、各メーカーさん異なったりしております。で、日本仕様のようにね、ヘッドライトケース内の電源からね、電源を取るように、設定をされている、メーカーさんもあったり、他のメーカーさんですとね、他のところから電源を取ったりですとか、まあ、いろいろね、考え方がありますよね。で、日本仕様だけの部品のセットにしてしまいますと、ね、他の国の仕様には使用できなくなりますので、日本の市場だけでその部品はね、販売していくようになりますが、やはりね、こう、グローバルな視点で考えられているメーカーさんですと、そのあたりね、ちゃんと考えられてて、やはり海外でもね、日本の部品メーカーさん人気ですので、そのあたりも狙ってね、
大きなマーケットを狙って部品の方を最初から考えてね作られているのだなと思ったりするわけでございます。でこういったねオプションパーツの方も社外部品の方は日本製の方がねやはり人気のようで、コピー製品の方もねかなりたくさん見かけますし、あとね、海外で製造されている、まあ、無印のねメーカーさんの部品でも、まあ、説明文にはこのね製品には日本の技術が使用されていますとね一筆書かれていたり、まあ、それだけ売り上げ変わるんでしょうね。そういったものがあったりします。まあ、まだまだね日本製品海外では人気のようです。社外部品の方もね取り付けているといろいろなものが見えてくるわけなのですが、まあ、今回はねこちらの技術情報のお話でしたね。毎月お話ししている技術情報2月号のお話になります。と言いましても今月号はね1件しか2輪のリコール情報出ておりません。ハスクバーナさんとガスガスさんのね、FE250 FE350 FE501 T150i 150i T250i 2サイクルですかね。でガスガスさんの、250GCA350GCA250GCA、このあたりの、ね、車両のブレーキ周りにリコールが出ておりまして、どういった内容かといいますと、ブレーキの、ね、パッドを保持している、パッドピンですよね、パッドがあってパッドをピンで固定しているわけなんですが、そのピンの、ね、脱落防止でクリップが装着されているのですが、こう、ね、スライドしても抜けないように。でそのクリップの方の形状が、ね、不適切なために、そのクリップが、ね、外れてしまって、ホイールと、ね、そのピンがずれていってホイールと接触したりですとか、最悪、ね、パッドが脱落して制動力がなくなるということでリコールになっております。まあ、そうで KTM も、ね、同じような機構というかもうほとんど同じものなんですけれども、車検とかで、ね、入庫しますとやはり、ね、そのパッドの固定したピンのクリップですよね、なくなっているものがあります。やはりよく掃除されている方とかねですと、こうウエスでこう拭いているときにね、ホイールとか拭いているときに引っ掛けて、ウエスで引っ掛けてピンが多分外れたりですとか、あとはあの洗車とかねブラシであの泥とかありますと、こう擦っているとね一緒にピンが飛んでいったりというの、あピンというかねクリップの方が飛んでいったりというのがあるのかと思います。まあ、整備性向上で、ね、多分クリップになっていると思うんですが、まあ、メーカーによって、ね、割りピンですよね、ピンを差し込んで折り曲げて固定するといったものもありますが、まあ、KTM さんの場合、ね、昔からこうクリップで止まっていますので、よくクリップ、ね、脱落してないものあります。まあ、それかという感じなんですが、で、内容と改善の、ね、内容としましては、キャリパーにしているクリップを対策品に交換して、そのね、クリップが脱落してホイールとかが傷が入ったりしてますと、その、ね、部品を交換しますということで、その、ね、ハスクバーナさんの車両ですとかガスガスさんの車両が、入庫しましたら最寄りの KTM 赤レーダーへご連絡するようお願いします。まあね、リーダーさん多分別室だと思うんですけれども、ハスクバーナさん、ガスガスさんね、お店の方は、まあ、一緒のね、大元のお店でされているところもありますが、基本的にはね、ショップと、リーダーとしては別々になっていると思うのですで、ですので、まあ、KTM の、ね、リーダーで言うよりは、ハスクバーナさんのリーダーですが、ガスガスさんのね、かまなるお店へ言われた方がいいと思います。まあ、今回ね2輪のリコールその1件だけでした。で他ずらずらと見てますと、IZ のね IZ が新型になったので、技術情報ですね、新型車の紹介ですとか、整備場の留意点とかいうのが載ってたりします。まあバイク屋さんでねよく使われる軽トラですが、もう新車買うとなんてね IZ かキャリーかにもう二択になってしまいますね。で、これもね、エンジン情報とか見てますとね、面白いですね。まあ、どういったところがね、この車種の特徴かというのが載ってたりするわけなんですが、
まあ、エンジンですね、直打式 DOHC の対応によりシリンダーヘッドの小型軽量化を図りましたね。カムシャフトね、でバルブがねこうシリンダーヘッドにあって、その上カムシャフトが通っていて、もうカムシャフトで直接バルブを押すような構造にしてますので、ねヘッド周りがコンパクトにできましたということが書かれておりますが、まあ以前からね多分直打式だったと思うんですけどね、ハイゼットの場合で、まああれもねこうロッカーアームがロッカーアーム返しての、DOHC の方がフリクションがねなくて、まあ直打式ですよね、こうシムがあって、それの上にねキャップがあるわけなんです。そのキャップがね、ヘッドと、まあ見たか、またねなんか車両で分解することがあれば説明したいと思いますが、それがねちょっとフリクションのロス、こう収動抵抗になるので、こうロッカーアームでね、バルブの方を押した方がフリクションが少ないんじゃないかいう話もあるんですが、そうしますとね、まあ当方の考えですが、ロッカーアームとかね、で特にねローラーロッカーですよね、抵抗少ないからといってローラーロッカーでこうバルブの方を押す機構があったりしますが、そうしますと部品点数がねやはり増えてくるんですよね。で部品点数が増えるとなると故障箇所も増えるということで、でそのねローラーロッカーアーム、よくねローラーが破損したという車両やはり見かけたりします。まあオイル管理だけねちゃんとしてれば、だいぶ違うんでしょうけども、ねやはり使用される方によって異なりますので、そうね、ローラーロッカーが破損するということも見たりしますので、私もね直打式の方が何かとトラブルはね少ないのかなとも思います。 WR とかねそういった構造になってますが、あまりこうね破損、ヘッド周り破損したというのは聞きません。まあ CRF はねよく聞きますけど、まあ持病と言ってもいいぐらいね、ヘッド周りの管理だけはね、整備だけはしっかりしておかないとね、レーサーの方ですけどね、まあいろいろトラブルがありましたけれどもね、あとこう DVVT もついてますね、可変バルブ機構もついてまして、 DVV どんな機構かなと思って、ね、ネットで検索しました、やはり壊れましたという、ね、そういった情報も出てきましたが、やはりこう、ね、いろいろ部品機能が追加されるとそれに伴って故障箇所も増えてきますので、なるべく、ね、シンプルな構造の方が壊れにくいかなと思います。あと燃焼室のね形状の変更ですとか、ピストンの樹脂コートですとか、タイミングチェーンのね、摩擦の低減ですとか、シリンダーブロックにオイルノズルの採用とか、いろいろ出てますね。面白いですね、見てますとね。まあ私はねまだまだ平成9年式のハイゼットトラックで頑張りたいと思います。まあエンジンに関しましてはね平成6年のエンジンですからね、ちょっと心配なところもありますが、ね、ターボエンジンですが、ちょっとまだまだ頑張ってもらいたいと思います。ということで、今月もね、この技術情報2月号を読んでみました。と言いましても、あんまりね、今回は2輪の情報少なめでございますが、またね、来月号も届きましたらご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。